タウノバルデマール・パロはフィンランドの俳優、歌手。一部でフィンランド映画の黄金時代と考えられた時代に活躍した。ペテル・フォンバグフはスウェーデンとフィンランド映画のガイドにてパロを最も有名で愛されている、かつフィンランド映画における疑いもなく最も偉大な俳優であると評価している。パロが軽く若々しい魅力を重厚な演技と結合したという。 出演した映画のうち、最も有名なのが、カルクリーン・バルシート、米クとされている。彼は、女優のビルジット・クロンストロムと共に1941年の、ラブコメディ映画、オネリネン・ミニステリに、出演、映画の劇中加害中の男の歌は、カトリ・ヘレナをはじめとした多くの歌手に、カバーされた。パロの出生時の名前は、タウノ・ブランナスだったが、1935年に、 タウのパロに改名した。彼は薬剤師となるための教育を受けたほか、軍にも従軍した。彼の友達が彼を招いて、ソルナイネンの労働組合の映画に出演させた。映画監督兼俳優のアールネ・オリアザロが彼の指導者になった。パロはそのいい声もあり、注目を受け、1931年には映画スタジオのオーディションに招かれた。そして、 サイレント映画の時代がついに終わると、パロが大ブレイクする舞台が整った。パロは1932年に薬剤師の職を辞めた。彼はフィンランド国立劇場に招聘されたが、映画スターとして有名だったため舞台では逆に信用されず、脇役しかもらえなかった。安西5年はパロが主演俳優を務めた映画のうち12本で主演女優を務め、 他にも多くの擬曲や巡回演出でカップル役を演じた。そのため、大衆の目には二人が最もロマンチックなカップルに見えたが、現実の二人は恋愛関係になかった。パロは300以上の役を演じており、65本の長編映画に出演した。また、第二次世界大戦以前には出演したミュージカル映画の歌を録音して発売したが、 第二次世界大戦を境に止まり、1967年にようやく再開した。カッコ内は演じたキャラの名前、ありがとうございます。